この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。それでさ、はい、昨日のコンサートのレポートは？それはって、昨夜の今朝でってのはさすがに言い過ぎか。まあいいや、次回で。思い返すまでもなく、昨日俺が取った行動は今の仕事的には致命的なエラーだった。それこそ刹那のケースとは比較にならないくらい。うん、今までのところはいい感じじゃないか。ぶっちゃけかなり人間的魅力が出てると思う。相当踏み込んだなお前。ありがとうございます。本来なら今すぐ昨夜の失態を上司に報告し知事を仰ぐのが当たり前なんだけど、次回報告の時にどう言い訳しようとか、そんなことを考えて気を重くしている俺は、新人とはいえ社会人失格も甚だしい。でさ、話は戻すけど、どうだったコンサート？俺仕事の関係で行けなくてさ。あ、いや、その、けれど悪は栄えずというか、いつまでも隠し通せるわけもなく。なんだよ、随分と微妙な反応だな。もしかして大したことなかったか？いえ、そういうわけじゃなくて、あの、申し訳ありません、実は俺。ってことは本当だったんだな、この記事。記事？今朝の東京新聞の文化欄、昨日のコンサートのことが小さく載ってるんだけどさ、これが。浜田さんは俺のカミングアウトの気配に気づかず、テーブルの上に手に持っていた新聞を投げ出した。もしかして評判悪いんですか？いや、全体的にはいいよ、スポーツ紙でもネットでの評判も。それって、ほとんどの記事が当日の盛況ぶりとか、東間和沙を初めて見た感想とかばかりで、実際に演奏をきっちりレビューしてるのはこの記事だけ。それだって別に酷評してるわけじゃない。技術は世界レベルだってちゃんと評価してるし。この技術は世界レベルって言葉を聞いた瞬間、なんとなく浜田さんの言いたいことが、この記事に潜んでいる皮肉が見えてしまった。それにその評論家、辛口で有名でな、来月の音楽誌を見てみないと本当の評価は出てこないけど。軽く流してみただけでも気になる文章が次から次へと目に留まる。明らかに準備不足。高い技術で表面上は取り繕っているが、表現力が追いついてきていない。後半に行くにつれ勢いがなくなっていく流れをせき止めるほどの体力と経験に恵まれていない。長丁場のソロコンサートを一人で弾き切るにはいろいろと不足していると言わざるを得ない。ただ昔からアンサンブルでも記事書いてる人でな、編集長も結構信頼してるそうだ。そうなんですか。去年のコンクールでの演奏は確かに素晴らしかった。しかし昨日の演奏はまるであの20分の輝きをそのまま2時間に伸ばしただけのような希薄さを感じた。気を使っているのか挑発しているのか、いろいろな表現を駆使しているけど、多分言いたいことはただ一言でしかない。
窒息。今回のことは日本での旬を逃すまいとするあまり時期尚早な決断をした主催者、つまり母親である東間陽子にも責任がある。自分の娘の売り時に迷わされず、じっくり腰を据えて育てる器量が必要だったのではないか。このまま世間での評価に流されて流行歌手ならぬ流行ピアニストのままで終わらないことを切に願う。技術はあるけれど体力が追いついていない。毎日10時間平気で弾いてるやつが。それともコンサートっていうのは練習に比べて何倍も体力と精神力を奪うって意味だろうか。今のところ編集長から何も言ってきてないが、今回の特集にとっては少し逆風が吹いたかもしれないな。技術ばかりで表現力が足りない？テクニックなんか全然大したことなくて、ただ感情任せの力任せなんだけど、そこが私の趣味なのよね。それは俺が知っている唯一の上総表。5年前の陽子さんの言葉とまるで正反対だった。この5年で上総は荒さが取れてテクニックに磨きがかかり、けれどそのせいで勢いを失ったってこと？それとも東間上総と連絡取れますか？それはこっちが聞きたいよ。今朝から事務所の方にかけても親子ともども音信不通って言われてる。陽子さんもやっぱり失敗だったってことなのかな、昨日のコンサート。それで報道陣をシャットアウトしてるのかも。ありえない。そんな感情任せで力任せな、たったその程度のことで自分のピアノすらろくに制御できないわがままで気まぐれなプロなんているわけが。カズサ、カズサ、分かってはいたことだけど、部屋には戻っていなかった。他の階の人に聞いてみてもここから荷物を運び出した様子もなかったし、多分中はあいつが住んでいたままのはず。だからってあいつが衝動的に行方をくらましたなんて結論付けるには早計すぎる。明日には業者が来るかもしれない。ずっとホテルに滞在しっぱなしなのかもしれない。コンサートの結果なんてまるで気にしていないかもしれない。俺の考えすぎかもしれない。いいな。一応このシーンに関してはもうすでに見とると思うんだけど、やっぱ裏でというかね、刹那とのああいう話があったにもかかわらず、ここのシーンを使い回すっていうのは、あんまり、なんて言えばいいのかな、言い方悪いかもしれんけど、やっぱ春樹の、あれなんだよな、心の準備ができてないっていうのも表現できとる気がするんだよね。刹那に言われて、なんかいやいや、ここに来たけど、みたいな。だから、気づかないんだよね。どうして、上総が、こんなことになったのかって、何が原因で誰が原因なのかっていうのを自覚はしてないんだよね。いいね。探すべきなのか、俺は本気で上総のことを見つけるべきなのか。いや、見つけるべきに決まってるじゃないか。だって
刹那と約束したんだ。はい、ここでね、その原動力が出てくるわけですよ。私、海洋社編集部の北原と申します。いつもお世話になっております。はい、そうです、トーマカズサさんの担当の。もう逃げないって、カズサと向き合うって。今朝弊社の浜田の方からも連絡させていただいたと思うのですが。行けなくてごめんって謝るって。そうですか、まだ。では陽子さん、トーマ社長も。カズサを安心させるって。では連絡が取れましたら至急北原に連絡をくださいとお伝え願います。連絡先申し上げます。みんなが幸せになれるように努力するって。そうですか、ええ、結構です。ありがとうございました。では失礼します。おっと、電話をかけている間にいつの間にか煮立っていた鍋の火を弱める。蓋を開けるといい感じにスパイスの香りが漂う。次は、うっ。あれから心当たりに片っ端から電話を入れたけど、結局全てが空振りだった。とはいえそれはほぼ予想通りで、たった数日で極端なマスコミ嫌いの称号を授かった九段の若手ピアニストは、その大嫌いなマスコミに自分の痕跡を残すようなミスを犯さなかった。何しろコンサート前日までは俺が完全にガードしてたんだから。私、海洋社編集部の北原と申します。いつもお世話になっております。恐れ入りますが、シャンディ編集部の板倉さんは。結局今となってはそれがあだとなり、カズサの行方をマスコミ関係者から割り出すのはどうやら相当に難航しそうだった。やっぱり明日にでも陽子さんを捕まえるしかないか。多分それが唯一にして一番確実で、そして安全な方法に違いないから。出張ですか、わかりました。では結構です。また明日連絡させていただきますので、電話があったことだけお伝えください。では。とにかく今日はもうむやみに外へ探しに行くのはやめよう。あいつが帰ってきてもいいように、今夜はずっとこのまま部屋にいよう。だって別にそんなに心配する必要なんかない。もしあいつが本当に行方をくらましているとしても、それは多分ちょっと拗ねてるだけだ。いいなぁ、いいなぁ、この、なんだろう、刹那と約束したんだって言っときながら、ちょっとあちこち電話して、希望がないからって、俺にはできることがないって言って、ちょっと拗ねてるだけだみたいな感じで勝手に決めつけて、あれこれ言うんだよな。これ多分さ、その作り方としては、このフル文章でわーって書いて、で、ところどころ隠しとるんだよな、きっと。うん。ここと、ここの幕間に何があったかっていうのを、意図的に隠しながら、ぶつ切りにしながら、やっとるって感じじゃないですか、他のルートって。これが本当にもう最後の最後のルートだから。だからなんかその意地悪というかさ、そうなってくるとやっぱりその物語の整合性を取るために、ここら辺の感情の部分では、きれいにまとめなあかんのはずなんだけど、うん。いいな。またいつもの、春樹や。その心がわからない。自分勝手なクソ野郎に。やっぱ、いや、そんなね、それこそ漫画じゃないんだから。なんか、ね、パッと作者の都合で性格が切り替わるなんて、ご都合の
いい話になるわけないじゃないですか。いいね。話せば謝ればすぐ誤解は解ける。友達として仲直りできる。仕事相手として和解できる。だから俺は友達をほんのちょっとだけ心配して、仕事相手をほんの少しフォローすればいい。よし、そろそろ。別に今日の夕食をすぐに食べられるカレーにしたのも、一人だと一週間かかっても食べきれない量を作ったのも、別に大した意味はないよな。その瞬間、噂をすればを字で行くように隣室のドアが開く音がこっちまで響いてきた。カズさん、おいカズさん、お前今まで一体どこに。ほら、やっぱり大した意味なんかなかった。待ってれば帰ってくるって分かってたけれど、一言言ってやらなければ気が済まない。何しろ丸一日行方をくらまして、散々関係者に迷惑かけやがったんだから。開けろ、帰ってきてんだろ、お前話があるって言ってんだろ。隣人で友人で仕事相手としてはそのくらいの義憤に駆られるのは当然だろ。どうもお騒がせしました、本当にすいません。二軒隣の住人だった。我ながらあまりにベタすぎてめまいがした。はい、はい、では何かありましたら携帯の方にお手数かけます。では失礼します。ただいま戻り。あれ、久しぶりじゃん北原くん。メールじゃ毎日会話してるじゃないですか。昨夜の指示もちゃんと対応しときましたんで、後で確認してくださいよ。最近の鈴木さんの仕事の振り具合は以前の遠慮が取れ、それはもういい感じに胴に入ったものだった。それでもまあ俺の中の理不尽ランキングは浜田さんともう一人に次いで3位程度だけど。それでなんで出社してんの？今って東間和さんに張り付きだったんじゃなかったっけ？逃げられたんだってさ、地上のもつれで。それってつまり元彼の立場を利用してあんなことやこんなことしまくったツケが？勝手に話作らないでください。同じクラスにいたら付き合ってたことになるんだったら、今頃俺は飯塚竹也と呼ばれてます。誰それ？今の俺ちゃんと普通の顔できていたかな？声上滑りしてなかったかな？ただちょっと連絡が取れなくなっただけです。ほんの一昨日から。結局昨夜のうちにカズサの足取りはつかめなかった。心当たりの連絡先はことごとく空振り。ちょっとした物音は全て風のいたずらで、終電間際の南末次にも人の気配はなかった。俺は色と音の消えた部屋で夜明けまでカズサを待ち、部屋に光が差し込むと同時に行動を開始した。一晩中一睡もしなかったけれど、頭の中は嫌になるくらい冷めていた。一昨日からって、それって大事じゃない。コンサート終わってから足取りがつかめないってこと？
所属事務所の方にも連絡行ってないんだろ。やっぱ警察に捜索願い出した方が。警察になんか通報してマスコミに嗅ぎつけられたらどうするんですか。最悪ですよそれ。いやまあそれはそうだけど、なんとなくその言い方は釈然としないというか。どうせ単なる気まぐれに決まってます。コンサート終わったからぶらりと一人旅とか。昔から人の迷惑考えないんだからあいつは。おう、あいつ、あのお方は。その言い方は心にもない演技だったけど、そうやって自分に言い聞かせることで俺はギリギリ精神の均衡を保ってた。だって自分の責任を認めたくなかった。俺のしたことが致命的に間違ってたなんて、カズさんのピアノに強い影響を与えてしまったなんて。そんなはずはない。あいつはそんな心の弱いやつじゃない。だから結局これも第4楽室であの真実を告げられて、それでショックを受け取ったから、ハルキ自体が。でその昨日のコンサートの、昨日というか一昨日か、27日のコンサートのことをカズサがどんな気持ちで挑んで、その誰のためにどんな演奏をするっていう、そのピアニストとしての表現としてやろうっていうその心意気までは多分感じ取れなかったんだよね。もちろん春樹からしたら、まあ、当たり前だよね。自分のことしか考えてないし。まあでも普通人ってそうやからな。天才でマイペースでユイが独尊で、俺みたいな何の変哲もない一般人に振り回されるような、そんな普通の女の子じゃないはずだ。この辺はまあ仕方ないとはいえね、前作のホワイトアルバムにすごい近いところがあるんだよな。やっぱり一つのルートで複数の女の子をあれこれせなあかんっていう場合に、じゃあ全部審議で書けるかと言われたらそういうわけでもなくて、そのバランスだよね。主人公の性格を変えるわけにもいかんわけだしさ、難しいとこだよね。まあだって信じていたかったのに。本当に何やってんだよバカ野郎。昔から人の迷惑考えないんだから。お世話になっております。東馬洋子オフィスの北原です。どこの北原だって？マスコミ相手だと個人情報がどうとかうるさいからって。で身内と名乗れば相手も口が軽くなるだろうって。自分の仕事によっぽど誇りがあるんだね。いつの間にか立派なハイエナになって。はいはい、そうですか。その時間にホールの裏口に。理不尽ランキング2位3位の先輩たちのいらぬ気遣いをよそに、俺は携帯を持つ力、持つ手に力を込めた。それは朝一で電話をかけまくった都内のとあるタクシー会社からのコールバックだった。その運転手さん、ええ、村岡さん、13時に一度そちらに戻るんですね。わかりました、すぐに伺います。一昨日の深夜、御宿芸術文化ホールの裏口で黒い長い黒髪の若い女性を乗せたタクシーがいた。ありがとうございました。では後ほど。はい、失礼します。出かけてきます。今日は直帰します。ああ、お疲れ。頑張ってね元カレ君。今日もまた長い戦いが始まるけれど、昨日みたいな先の見えないトロー感はもう感じずに済むはずだった。目の前の問題が解決したその先に、今度は一体何が待ち受けているのかは今は考えないことにした。だから元彼違いますから。
トロー感を感じずに済んだのはほんの数時間だけだった。結局やっと掴んだと思った蜘蛛の糸は手元からあっさりと断ち切られてしまったから。一昨日の夜、東間上総らしき女性を乗せたタクシーは確かにその夜の彼女の滞在先であったはずの御宿インペリアルホテルの前でその客を降ろしていたけれど、ホテルにあいつが戻ったという事実はなく、その付近であいつらしき女性を見たという人も他には見つかることはなかった。ただ運転手の漏らした車内でのその女性の様子が俺の心にさらに重くのしかかっただけだった。声を押し殺して泣いてたって。ああ、浜田さんですか。北原です。結局またしても捜索は振り出しに戻り、この間何の進展もなく。その後東間陽子オフィスから連絡は？そうですか。それじゃあ陽子さんの所在もまだ。あずさも陽子さんも一体どこに行ってしまったんだろうと、トロー感に苛まれる時間がやってきた。もうすぐ日が暮れる。冬の寒い夜が訪れる。せめて暖かい場所にいてくれよ、カズさん。